れがフォンテーヌ料理なんやな。稲妻の味とは全然ちゃうわ。なんちゅうか、作り方がもっと手が込んどるっちゅうか。いろんな味が重なり合うてて美味しいわ。俺が稲妻にいた時は逆に味があっさりしすぎてて慣れるのに時間がかかったな。さて、今回の目的に話を戻しましょうか、グザビエさん。永遠の準備は今どこまで進んでいるのですか？ええ、撮影クルーはほぼ揃っています。照明技師、道具係、衣装のデザイナー。脚本も小説の作者から版権を買い取りました。あ、二重詩やろ？来る途中であんたが送ってくれた台本読んだけど、ええ話やな。もともと、神里さんと彩香さんがフォンテーヌに着いたらすぐ撮影を始めるつもりだったのですが、問題が一つ起きまして。お聞かせいただけますか？今朝になって突然、永遠の出資者であるモリスさんが財政難に陥ったので約束したモラを出せないと言ってきたんです。うん。フォンテーヌの法律体系は整っていると聞いています。もし彼が契約に違反したのなら、法廷に訴えることはできないのですか？はあ、それが裁判を起こすにしても、一連の手続きを経る必要があります。そのため、改定日はおそらく1、2ヶ月は先になるでしょう。そうなれば、どちらにせよ、永遠の撮影の方は。他から資金を募って、その問題を解決するというのは？それも考えました。しかし、短期間でこれだけのモラを集めるのは難しい。何しろ、フォンティナリア英英祭の撮影時間は限られていますし。うん。グザビエさん、もし私と彩香が無償で出演したいと申し出たら、今直面している問題を解決できますか？何ですと？そんなわけには。遠くからはるばるお越しいただいて無償で出演していただくなんて。いやいや、それは絶対にいけません。グザビエさん、お気になさらず。お招きいただいた時から私とお兄様は元よりそのつもりだったんです。稲妻は鎖国を解いたばかりで、早急に他国との文化交流を進める必要があります。これまでフォンテーヌと協力することはあまりありませんでしたが、この旅が将来のために良い出発点になればいいと思っています。むしろ、これこそ私どもシャブ業がフォンテーヌに来た真の目的なのです。しかし、無償で出演していただくのはさすがにお二人に申し訳が。お気になさらないでください。この度は文化視察の名目でフォンテーヌにやってきましたが、正式な文化協力のためには誠意を示さなければなりません。この英英はちょうど稲妻とフォンテーヌの友好交流の証となるでしょう。個人的にも英英が無事に上映されることを願っています。もしまだ心苦しいと思われるのでしたら、フォンテーヌの文芸会の名士を何人か紹介していただければ。ああ、わかりました。では、お言葉に甘えさせていただきます。本当にありがとうございます。はあ、こうなれば、家財を投げ打ってでもモラを集めなければ。もう、そんなバカみたいなこと言わないの。私もブランドスポンサーの名目で、いくらか出してあげるから。うちも出すで。今回あんまお小遣いを持たんと出てきたけど、ないよりマシやろ。なんて心優しい紳士淑女たちなんだ。はあ、俺は旅人と宵宮の二人は大丈夫よ。主演二人のギャラを省いて、さらにグザビエの貯金と私の協賛があれば、それで十分でしょ。それに君たちにはモラを出すより力を貸してほしいの。え？力を貸すってどうやって？おいらたち、永遠の撮影に関しちゃ素人
だぞ。ほらグザビエ、泣いてないで。撮影クルーにあとどんな人が足りないのか教えてくれる？わかった。今のところ足りないのはカメラマン1名、スクリプターが1名、裏方が1名。最初は自分で監督をやりたかったんだが、プロデューサーという立場だけでも忙しくて手一杯でな。監督と監督助手の2つの役職もまだ空いてる。カメラマンと裏方はわかるけど、スクリプターってのは何をするんだ？スクリプターとはカメラマンが撮影する際にカチンコを使ってシーンごとの情報を記録し整理する役だ。忍耐力と注意深さが必要な肉体労働だぞ。カチンコ！もしかして撮影の時手に持ってカチンって鳴らすやつか？そう、それよ。興味ある？あるある、ずっとやってみたかったんだ。じゃあスクリプターは君に任せるわね。裏方作業はうちの店の人に手伝いに来てもらうってことで、どう？グザビエ。ああ、それで行こう。あと、カメラマン役は旅人に任せたい。だな！こいつは撮影が上手だし、これまで写真機で旅の景色をどれだけ撮ってきたことか。うん、俺もそう思う。以前一緒に作業をした時、旅人は撮影の構図にかなり詳しいと気づいた。きっと旅人さんは諸国を巡り歩いていろんなものを見ているからですね。たくさんのものを見るうちにレンズに何を収めるべきかが自然とわかるようになったのでしょう。どうだ、この役引き受けてくれるか？おお、ありがとう。本当にいいやつだな。さあ抱きしめてあげよう、親愛なる友よ。じゃあ残るは監督と監督助手だけだな。はいはい、うちがひとまず監督助手を引き受けるわ。とにかく監督も手伝いしたらええんやろ？それならできるやろし。最後の監督は、最近フォンテーヌの有名な監督のほとんどは俺と同じように自分とこの営業を準備してるから、暇そうなやつは思いつかないな。あれ、確かフリーナって前演出顧問として劇団の手伝いをしてたんだよな。監督に向いてるんじゃないか？しかも家でゴロゴロしてるだろうし。フリーナ？あの方に本当においでいただけるだろうか？フォンテーヌの水神様の名前ですよね。お兄様からフォンテーヌで起きたことを聞きました。そうそう、そいつだ。少し前に劇団の手伝いをして、その流れで今監督の仕事を始めてるんだ。それは、そのミュージカルなら見たことあるけど、あの方の演技は完璧で、脚本も演出も素晴らしかったわ。過去の身分にビビってらんないんじゃない？これって考えうる限り最高の人選でしょ？それに行ってみなきゃわかんないわよ。わかった。千織さんの言う通りだ。英英のために。我が英英のために！はぁ。では、お手数だが、旅人にパイモン。俺をフリーナ様のお屋敷まで連れて行ってくれないか。あの方が承諾してくれるといいが。私たちもご一緒しましょうか？いえ、この件でご迷惑はおかけしません。皆さんはフォンテーヌにいらしたばかりで、あちこち見て回りたいことでしょう。こちらは私に任せてください。これもプロデューサーの務めですから。わかりました。それでは吉報をお待ちしています。私は一緒に行くわ。あと手土産を持っていきましょう。オイラたちも行くぞ。フリーナとは付き合いがある方だし、それにオイラたちが提案したことだからな。よし、では今すぐ準備に取り掛かろう。手土産は、
かつて水神様と崇められた方、どんな贈り物が喜ばれるのでしょうか。フリーナ様は指輪型の時計を愛用していたから、精巧なクロックワークを持っていくとか。あれ、お菓子じゃあかんの？ほら、フォンティナリアムースとか。え、ちょっと安すぎないか。確かにあいつはお菓子が好きだけど。今ってフォンティナリア祭の最中なんやろ。純粋船の案内役のアイベルちゃんに聞いたで。フリーナの命令でお菓子をねだる風習に変わったって。彼女もお菓子が好きやからそうしたんやと思うで。私もヨイミヤの意見に賛成かな。贈り物が高価すぎるとかえって相手に気まずい思いをさせちゃうと思うし。よし、じゃあフォンティナリアムースを買いに行こう。けど本当にそれで足りるのか。こんな重大なことを頼みに行くっていうのに。うん、確かに足りない。フォンティナリアムースじゃまだ甘さが足りないと思う。え、これより甘いものがいるのか。そうよ、どんなお菓子よりも甘い贈り物を添えないと。それってなんだ。君たちの賞賛よ。